はい、うめです。こんにちは。どう,どうもはい。今日はですね。2021年の10月の14日朝の9時回ったところです。はい、今ね twitter を見せたらね。twitter のトレンドでですね。ディズニーチケットってのがあったんですよね。で、パッとクリックしてみたらチケット買えないよ。って、なんかみんなの魂の叫びとですね。あとはチケットを売ってください。みたいなね。そういうですね。はい。 あの売ります、買います、主にですね、求めます、売ってください、譲ってください、買えなかったっていうね、まあそういうような、はい、書き込みがね、ずらずらーっとあるんですよね。でね、これ何事かと思って、これ調べてみたら、これ、今日ですね、3週間ぶりになんかコンビニでチケットが発売になったみたいですね。でね、ディズニーチケットって、いつも毎週水曜日の14時に発売してるんですけども、 あのコンビニででも発売してたんですよね,してたんですよねコンビニは翌日木曜日の朝6時かな。で、それがですね、3週間ぐらい販売停止してて、でこの10月の14日、要は今日ですね、今日の朝6時に、これ3週間ぶりに再開されたらしくってで、10月の27日から11月の19日分までが一斉発売になったようです。でところがですね、これがどうやら、 瞬殺だったらしくて、みんなのその愚痴ツイートとかですね、怨念ツイートがですね、まあ、要はトレンド化した模様ですね。でね今回はね、これまで以上にね、なんかね、大争奪戦だったみたいなんですよね。で、まあ、どうしてかというと、これ11月の9日から、まあ、クリスマスが始まるからだと思うんですよね。まあ、毎年ね、クリスマスはやっぱり混むので、やっぱみんな行きたいですよね。 でそこに、まあこれがね、3週間ぶりのコンビニチケット重なったっていうことで,で、今回すごいことになったみたいで、でこのクリスマスもですね、これ細分化していくとですね、まあかなりこれ、イベント目白押しなんですよね。まあ、例えば、11月の1日にまずクリスマスのフードが発売になって、で、12月の4日 ?4 日にはね、ダフィーグッズの発売になって、で、 8日,8日ですね、8日はね、今度クリスマスのグッズが発売になってで、9日はクリスマスのグリーティングがスタート、あとはちょっと離れて、11月の18日はミッキーの誕生日と、はい、11月こんだけあるんですよね。で、しかもですね、これ今回、クリスマスの期間中はですね、ディズニーシーンのハーバーグリーティングはね、以上3回も変わるので、もうそうなってくるとですね、もうこの11月のこの前半、 そりゃもう、キャラオタは殺到しますよね。でね、この間ですね、この今年のクリスマスのですね、このショーパレとかですね、グッズとかフードのこの解説の動画を上げたんですけども、今回ですね、発表されてるそのね、ショーパレとかグッズやフードが本当多くって、これね、全部で40分ぐらい僕も時間かかったんですよね。ですごいボリュームなんですよ、今回のこのクリスマスに関しては。で これ、コンテンツとかね、この投下されてるプログラムをね、一つ一つ見ていったんですけども、これですね、ショーパレ以外は、このグッズとかフードに関してはね、これ、コロナ禍前と、そのさほど変わらない大ボリュームなんですよね。要は2019年とかのクリスマスと変わらないぐらいの、そのグッズやフードに関しては、投下されてるんですよね。でね、これ、 コロナ禍前の2019年までのクリスマスってね、どうだったかというと、これですね、平日は3万人から4万人入れてて、土日はですね、まあ、5万人、6万人で、連休の時は入場制限かかるぐらい、まあ、ゲストをまあ入れてたわけですよね。ところがですね、今はこの感染症のね、この対策の防止で、まあ、かなりの入場者制限かけてて、 ね、入園者をね、なんか1万人に絞ってるみたいなんですよね。まあ実際にはね、1万人以上入れてる気はするんですけども、まあそれでも2万人までは行ってないと思うんですよね。だから1万から1万5千ぐらいはまあ,あの入れてると思うんですけども、そうすると、さっき言ったですね、平日ね、ね本来だったら平日3万人か4万人、土日5万人か6万人、そのぐらいのボリュームのこのフードとかグッズとかそういうのね、 してるんですよ、ね、であのこの間僕動画あげましたよねクリスマスのショーパレーデコレーションフードグッズでダッフィーとすごいブルームでしょでねあんだけねこのクリスマスっていうねみこしを担いでワッショーやってねそれでチケット1万とか1万5000とかでしょまあそりゃまあこうなりますよね あんだけクリスマスワッシょイワッシょイやって、はいチケットは1万枚ですって、そりゃもう、瞬殺するのは当然ですよね。なので今、ものすごいこれ、いびつな状態ですよね。プロモーションとかね、コンテンツとかすごいやってんのに、でもチケットは1万しか売らないってね。 うん、まあ、これちょっと厳しいこと言わせてもらうと、チケットが1万枚ぐらいしか売れないんだったら、そんなね、クリスマスでワっしョイワっしョイという見こしはね、担ぐべきではないと思うんですよね。まあ、とはいえですね、まあ、パーク側もね、本当はね、3万人、4万人と、まあ、ゲストを本当は入れたいと思うんですよね。3万、4万入れてもいいように、あんだけグッズやフードを用意してたはずなんですよね、おそらくは。 うん、じゃなかったらね、こんな風にね、コンテンツ発表しないですよね。うんまあ、なのでね、ちょっとまあ、同情もするとかあるんですよね。要はゲストいっぱい呼びたいんだけど、やっぱ今、呼べない。まあね、その国や自治体からの要請もありますからね。だからまあ、呼びたくても入れたくてもまあ入れられないっていう、まあそういう状態なので、まあこれ運営にまあ同情もまあ正直します。で、 今回そのね、ツイッターの方でね、チケット買えないよーっていうそのみんなの愚痴、怨念ツイート、僕も見ましたけど、これチケットを買えなかった皆さん、これね、厳しいこと言わせてやるくと、やっぱ当然ですよ。これね、チケット買えなくて当然だと思います。でね、どうしてかというとですね、これ今回買えてる人もいるじゃないですか。で、買えてる人と買えてない人との差何かっつったらね、やっぱこれ、 情熱とパワーなんですよね。まあ、要はですね、これ、オタクの方がね、パワーや情熱があるんですよ。で、まあ、さっき言った通りですね、11月ってやっぱすごい多いんですね。この、ダッフィーグッズが発売になったり、で、クリスマスのグッズが発売になったり、で、クリスマスのグリーティングがあって、あとミッキーの誕生日とかもあって、で特にディズニーシーはね、クリスマスになったらね、イベント中に衣装が3回チェンジするので、まあ、そうなるとね、 クリスマス期間中、いつでもいいやって言ってた人がね、3回一応展示するんだったら、じゃあ3回とも全部見たいですから、そりゃお宅はですね、きっちり3回行きますよ。こんだけチケットが買えない買えないってみんなが言ってても、いやいや、お宅はね、きっちり3回行くと思います。多分ね、毎週多分これチケットを買ってると思いますね。で、一般人のみんなはね、買えない買えない、コンビニ瞬殺だって言ってても、 オオタタクはははねねキャラは、ね、きっちり毎週必ずずチケットをゲットトゲしてるはずですなんで,でかというとですね、やっぱね、これ、オタクの方がね、やっぱ、パワーと情熱があるからなんですよね。まあ、これね、うん、例えば立てるんだったらね、ジャニーズとかね、アイドルのコンサートのチケットに置き換えるとわかると思います。やっぱり、ジャニーズなんかだとやっぱね、ジャニオタってやっぱりチケットすごいじゃないですか、そのかける情熱が。うん、だからね、どうしてもやっぱ一般の人は負けてしまう。 ですよね、まあ、なんでこれもねもうジャニ、もうジャニーズバリのチケット戦争だと思った方がいいと思います。あんだけクリスマスでワッショイワッショイやっててね、うわ、行きたいってなっても、結局そのジャニーズバリのチケットの大争奪戦なので、これ相当気合い入れないとやっぱこれ勝てないと思いますよ、一般の人はね。 うんまあ、なのでね、去年の GoTo ぐらいね、もうちょっとね、入園者、入場者が緩和されて、もう少しカジュアルに購入できるようにならないと、まあこれね、クリスマスの期間中はね、これ本当にこれ厳しいと思いますね。うーん、とかとか思いました。で、Twitter 見てると本当これね、なんか売ります、買いますとかね、 うん、まあ、売りますはほと,ほとんどないか。もう、買います、譲ってくださいがほんと多いですよね。<laughs> まあ、これに関しては、まあ、僕はまあ、ノーコメントですけどもね。まあ、とにかくですね、今日この6時にね、コンビニチケット発売になって、で、みんな買えないっていう愚痴や怨念ツイートを見て、まあ、ちょっと思ったことを述べてみました。まあ、この今、いびつの状態が本当にね、なうん、おかしいので、なんとかしてほしいですよね。 はい、とかとか思いました。すいません、落ちはありません。以上です。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。